今季3回目の埼玉武蔵ヒートベアーズ潜入。絶賛売り出し中の注目選手に独占インタビュー。絶好調の打撃の極意を聞くことができました。はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日は埼玉武蔵ヒートベアーズ大注目の若手選手、背番号4金子浩二選手に密着いたします。樋口選手、神奈川県茅ヶ崎市出身の20歳、右投げ左打ち走攻守揃った内野手です。本日は金子選手に直撃インタビューをしてきました。開幕から3番に座り、巧みなバットコントロールでヒットを量産中。先日ね、4番に数試合座っております。好調ベアーズ打線の中軸を任されている中心的バッター。守備では要のショートでチームを引っ張っております。目標とする選手は松井和夫監督。セールスポイントは元気、ニックネームは猫、そして 50m 走 6.2 秒の俊足に遠投 110m の強肩、走攻守揃っております。 NPB も大注目の期待の若手選手。片山選手権コーチも一押しの選手です。今ノックのキャッチャーらしもったんですけど、それだけ送球がえげつなくて結構球速い。そうですね、何キロとかあるの？でも140しか出てない。いい、出てる方だ、すごい出てる。140出るんですか？あ、でもなんか言ったんやと思ったんですよ、一人だけ。なんかあとこのなんかほら、野手投げなんでシュート回転するじゃないですか。はい、あれだっけ？あ、マジか。今年は目標は NPB じゃないですか。普段はどういう意識で練習とか生活されてるんですか？ジャンクフードよく食べますか？チョコ食べます。チョコチョコ、はい。なんか食事もすごい気にした方がいいって大谷選手が言ってました。食事は気にした方がいい。なんか考えてます、はい、ネバネバ系の納豆とかメカブとかを食べるようにしてます。ネバネバ系食べると最初的に良くなります。それ混ぜるんですか？別で食うの？混ぜたり、普通にそのまま食べたり。ああ、料理とかは自分で作ります。味噌汁とか作ったり。ここからは打撃の極意を聞いていきます。これ何の有名か？ファイン企画。そんなみんなファイン使ってます。ハイカップだよ。ハイカップ。あ、ほんとだ。今はちょっとこれになれる。重さってどれくらい？890。そうですね。そうっすよね。すごい結果出してたらもうね、すごいと思います。そしたら僕は個人的には思ってて、はい、まあ、あの大注目してるんで、もし取れてたらごめんの名前確かに付き合い一番はちょっとスイング軌道とかって見せてもらう。どういう感じで、まず幅、幅はもう自分的にスクワットする体勢あるんです、うん、力入りやすい、中心気味のやや気味。あ、足はかかと上げてたんですけど、そしからつけてみて、そこからここからの力って足からの、なんか、違うなと思って。全部から、どっから行くのか、点から。なるほど。ただその分ちょっとタイミング早くなって。どんな力のタイミング？ゼロから100、50、100じゃなくて、ゼロから一気に。あー、なるほどね。徐々にじゃなくて、100の点で当たるってこと。助走をつけてる時間ないんで、そこから筋肉が木製に変わるときってやっぱり苦労するっていうか、苦労実際されました？苦労しました。バットが出てこない重さもあったんで、全然振った感覚も違うんです。体の使い方とか使い方上手いってやっぱ力なくて、大きく使うとか、ちっちゃく打てるんで、一番意識してるのは何かって言ったら、ストレートです。ストレート？どうするの？ゾーンで来るピッチャーの大体なんで、甘く入ったストレートを
一発で仕留めるっていうのはさ、センター方向意識なのか、引っ張り意識なのか、流し意識なのか、何かあります？今年めっちゃ引っ張り多いんですけど、自分的に引っ張ろうっていう感覚なくて、どこに打とうとかなくて、来たボールを強く叩くイメージで打ったら、勝手に引っ張れる。準備が早いから、その分なんか引っ張れてる、そうなってる感じです。打たれても、ラインに残って、ここで捉えたら、これ効果。パワーがないからこう持っていけないんで、うん、こっちで叩ける。公式ってでもこのレベルというかの方が出ますよね。はい、ホームランも行っちゃったみたいな。行っちゃったんすか。はい、こっちの打球狙っていて、いい感じで入ったら、こうさ、当たった時の、はい、回転というか感覚というか、ちゃんとこうボールのスピンをこういう回転できてるなーって感じてます。はい、いい時は感じで、結果引っ掛けてもヒットは引っ掛ける。うまく打とうってだけじゃなくて、止まりながらも結構普通にすれば。足はどうですか？足どうですか？ 6.2 とか 6.2? ナイス。ただ杉さんには遅いね。7秒切る。一番はピッチャーの姿勢とか、うん、研究する力。自分はまだそこ全然、まあそれ次第でね、そんな早くないけど、タイミング次第では成功になるし、ブルーマスターしだが良くて、守備良くて、送球良くて、カーブ良くて、盗塁も良くて、守備が一番課題です。はい、エラー多いんで、今あんま前出ないタイプ。出るときは出ます。両サイドが止まっちゃって、一番簡単な速いだけ、難しい変な打球を取ったりして、あ、考えすぎちゃう。そうですね、すぎる時はあります。僕も離れちゃいます。はい、もしかしたら症状ない、一緒にしてほしくないと思うけど。いやいやいや、やってることは一緒に、うん、ただどこでやってるか頑張ってください。頑張ります。いつかちょっとロッテ対決しますね。やめます。お願いだからやめてくれ。じゃあ軟式ではここですよね。はい、だからそれを軽く超えてもらって、ちょっとすごいなぞっていう方を見てもらいたいっていうだけ。あんま飛ばないですよね、どうする。多分僕があんまこう野球やってるのあんま見てないですよね。見てんすよね。ピッチャーやってんの。あ、マジっすか。恥ずかしい。ピッチャーやってる。もうすぐピッチャーなの。はい、ここであの松田もやったんで、あとはテスト数16とかもあった。本日はね、金子選手の単独インタビューをしてもらいましたので、今後の金子選手に期待をして、皆さん応援ぜひともよろしくお願いします。そして金子選手の、インスタヒートベアーズさんの、各種リンクを貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃー。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。